こんにちは。前回はさまよえる町っていうところに行って、魔法使いのディースから古い卵をもらいました。その卵をここの海底火山のところに投げつけろみたいな感じだったんですけど、ね、ディースがなんかやってくれるんじゃないんだと思ってで、前回あの後にこの海底ちょっとぐるりとしてみたんですけど、なんか右の方に小島に出れる場所があって、ちっちゃい家みたいになったんですよね。なんだろうって感じなんですが、また行く時が来るんでしょうかね。はい、とりあえず今回は海底火山進んでいこうと思います。うわーすごいなー。わー、ワカメがワカメがある。また宝箱とは長いな、この横の道。上に登ってくんだろうなって思うんですけど、どっか来たっけ。ミニの UFO 行ってないんだけどな。広くない？一本道だが、あ、行ける。ここに上に行ける。ワカメ、お、ここからあるじゃん。戦闘はこれダンクだよな。3000ゼニー。なんか赤いの出てきた。シーブラブだって。新しいわ。あ、強いかもしんない。竜のブーメランめちゃくちゃ便利なんですよね。なんか魚も2種類あって、あの紫青っぽい、なんか白と、あの魚なんか強い方の魚ですね。倒せないし。ランクは倒してもらうかな。高い敵が全然倒せないわ。強っ。よし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 。かったいな。あ、でも81キックあれで、ね、よしよしよし、強っ。魚が硬いだけか。右の方もしかしてぐるりパターンかな。宝箱あるかもしんないもんな。絶対これ右側に出る。あったあったあった。スナイプ棒、弓だから。でも最近もう合体がデフォになっちゃってるんだよな。上がるからいいか。やばいなぁ。多分今後なんかマニーロとか全然使ってないけど。こっち一応行ってみるね。あ、やっぱ最初のワカメだ。じゃ階段のとこ行きます。よし、上に上がるぞ。あ、すぐ上がれる。一周するか。しょうがねえな。なんかあるかな。なんかさ、ほんとビルダーとさ、この合体ランクに見た目が似すぎてて。ほら。なんか色違いだよな。青と、あ、こっちにも行ける。ん？あ、宝じゃん。薬草。地下が行き止まりとか？なんか見た目が違う。後で行こう。ほっ。で、あっちまで登ってみようかな。じゃあ
っぱい行けるとこある。ほい、爆裂ナイフ。すごい名前だけど。ほい、あー、アイスだが強い。よし、なんか雑魚的なのに雷やってくるんですけど、なんか95ダメージとか食らうんですよ。恐ろしい。あ、よし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 、2000銭に。よし、どうしようかな。じゃあ、あっちの入り口近くの上に登ってみて、ちなみにしよう。ほい、すごいワカメ。お、月の雫。あ、じゃあっちがやっぱあれなんだ。左下の方行こう。登って、なんか暑そうだったもんね。火山って感じの。どうやって投げ込むんだろう。暑くないんかな。中で息はできるが、大丈夫これ。うわあ。え、どこで投げんだろう。あ、ここで投げんのかな。ここ？はい。ランクは海底火山の火口に古い卵を沈めた。うわあ。古い卵は溶岩の中で一回り大きくなったようだ。どういうこと？あ、あ、戻ってきた。あらら、もう行ってきたのかい？忙しい連中だね。もっとゆっくり寝かせてくれりゃいいのに。何を焦ってんだか。はあ？世界のピンチ？ゲラゲラゲラ。大げさなこと言ってないで、とっとと行くわよ。あ、リース仲間に加わった。え、増えた。おー、ようやってくれました。え、もう終わり？今日のところはお疲れですやろ。あとはわしらが見張っておきますから、ゆっくりと休んでください。はい。え、まだだよね。卵が帰ってみたいな話。おー、ついに奴ら動きましたね。なんかいる。魚がいる。リースはん、ごっつい魔法でちょいとやっておくんなはれや。心配無用、任せときなって。ゲラゲラゲラ。なんだあの魚。マニーロ、アンゾーやりや。うまいことやったら波紋はなしやで。分かってま、ボインといきますぜ。ボインって、みんな魚になれんの？すごーい。鉄器衆の誇りにかけてあの兵器を使わせるわけにはいきません。なんとしても止めます。では変身しますから、私の背中に乗ってください。変身できるんだ。わー、すごい。なんだこれ、すごい。どう、状況は。防衛隊なんだあれ。かなり接近しています。リースさん、早く迎撃に。我々は防衛線を固めます。それではご分を。なんか動き方かわいい。これめちゃくちゃ左右に振ってる。よし、この辺で浮上だ。ああ、囲まれてるよ。敵の真っ只中よ。うわわわわ、どうすどうす、めっちゃ当たれてる。めっちゃ当たれてるけど。あかん、逃げ切れんで。ティースハン、早く。うひょひょ、楽しくなってきたね。やばいやつだこいつ。
さて、久しぶりにリース様のパワーをお目にかけるとするかね。いでよ、台風。でんでろでん。え？来ないぜ。危ない危ない。だー。ぎょえー。あ、あれ？それゆけ、台風ちゃん、みんな食っちゃえ。何あれ何あれ、あわわ何あれ何あれ、台風ちゃんってどういうことよ。なんや、まだ敵は残ってはるのに、残ってるのに行ってまいおったで。あいつはまだ小さいからあれで腹いっぱいなんだ。まあ半分やっつけたからいいだろ。え、どうすんの。クソ、なんだあの変なやつは。ここは一旦退却だ。海底で決着をつけてやる。奴らは海底に潜る気です。我々も後を追いましょう。わあ。この先で敵を食い止めてます。リュウさんたちも急いでください。はい。え、パーティーどうなってんだろう。リースいいのかな。あ、いるいるいる。リュウに得意だから分かりにくい。おースネークアイ、川の盾、タイトミニ、タイトミニも何本、アイスシールド、あ、知恵の輪余ってるやつあげよう。知恵の輪、アイスシールドしかない。何使えんだろう、能力。デルダン、パダム、バル、レイ、ルーレ、バイス、メガ、レクタ、ヒュールはわかる。バース、パジャーマ、バルラ、レイガー、ブレラ、マガ。わかんねえ。攻撃魔法だな、これ。バルラ、レイガー、ブレラ、ブレラってなんだ。パジャーマ、パジャーマ見たことあるから。なんだろう、デルダン。デルダンとヒュールが今使えるの。デルダン。デルダンジョン。あ、そうかもしれん。でもこれ、この MP 的にパダム、あ、パダムとパジャーマが多分同じ種類だから、バルラ、あ、そうか、レイが、ルーレが違う属性だ多分。バイ、バイス、メガ、レクタ、レクタ1だ、よくわからん。やばい、カモン、グーグルちゃん。あ、やっぱそうだ、デルダンがダンジョンから脱出、これはすぐ分かりやすいな。で、パナム、バルレイ、ブーレ、あ、やっぱり20とか30ダメージのやつで、このバイスってやつが敵の動きを封じる、どういうことなんだろう、ストップってこと、わからねえ。メガが爆発で単体35ダメージ、レクタが1のやつが敵から HP 吸収、 HP 吸収なの、 MAP 吸収じゃないのか。で、ワースが敵単体を一定確率で即死、あんま使わないかな即死系は、確率だから。で、パジャーマとかこの辺やっぱり同じ攻撃魔法で、やっぱバルラ、レイガが強いかな。で、ブレダ、ブレダが地震で全体50ダメージ、全体ダメージだこの辺。ブレダ、マガ、マガが爆発で全体70ダメージ。おー、すごい攻撃魔法なんだ、黒魔法系だ。さてどうしようかな、絶対これ入れたいな。AP すごいな。合体させて、待って待って、装備装備装備整えられるかな。ちょっと整えよう。いなかった誰も。そっか、みんな出払っちゃってるのかなこれ。ここは名前だ、いないな。
そうだよな、こんなピンチな時に商売さすがにしてないな。お前は何してるんだよ。儲かりまんか。ちょっと無理そうだから、じゃあこれを待って、合体をとりあえずして戦うから、サイヤン、サイヤンが、そっか、この2体で合体するの。じゃあこれと、あー、やっぱ回復はいるよな。ビルダーごめんかな。こうするか。こうしよう。うん、これでいきます。すごい、なんかリース、あ、みんないる。おりゃおりゃー、リュウハン、ザコはワイダが食い止めます。大将やってください。よくもわしの艦隊をめちゃめちゃにしてくれたな。許さんぞ。今度はお日様らがめちゃめちゃになる番だ。あ、何変身するんだろう。楽しみになってきちゃったこれ。カニだ、カニ、カニ、カニ味噌、カニ味噌食うぞ。ねえ、サンダーパピーだな。雷系、ギーガン、ダンク、ヒースも雷がいいから、雷はですね、バルダか、バルダ、デスクラブだって。ダンクは攻撃、そう。おー、効く、すごい、すごいじゃん。あとなんかあるかな。攻撃するか、攻めよう。リースも、さっきのリーヤ、さっきのめちゃめちゃ強いな。バルダー攻撃、え、すぐ倒せそうじゃない。まだ耐えてくんのかな。おお、ぬかに釘。何？バルダ戦う。やっぱ魔法に弱いな。ランク攻撃ってあれだけだもんね。よし、あ、めっちゃ気になるよ。なんか外で流れてるっていうか、車、廃品回収の放送がすごい気になるタイミング。今ボス戦なんだよ。バルラ、すごい面が気持ち悪いね。あ、そうそうそう、めちゃめちゃ弱いじゃねえか。あ、20になった。 AP ガンガンあるな、すごい。パタメーマー、これも多分全体のやつだ。グッジョー、一度ならず二度まで。もおのれ、こうなったら秘密兵器でみんな道連れだ。何負け惜しみ言うてんねん。はったりやろ、こら。何をするか、この魚目。貴様らみんな吹き飛ばすぞ。魚勇敢だな。口ほどにもないやっちゃな。何何。うお、わし甘く見るなよ。なんや、やばい感じやで。何何、やばいな、そろそろずらかるで。あ、ゾーゴンだ。オープニングに
ちょっと映ってましたよね。ジュダスとかもさ、パート1ぶりだからな。やっとこっちサイドがなんか見れる。親衛隊長ジュダスよ。前の働きで世界征服も順調だ。よくやってくれた。もったいなきお言葉でございます。ところで、ショートの攻略は失敗したそうだな。褒めといて落としてくるな。邪魔をしたのは白竜族の戦士とその一味か。女神の鍵捜索を邪魔しているのも奴らだな。白竜族、白い竜か。親衛隊長ジュダスよ、奴らを始末しろ。そして奴らの持つ女神の鍵を手に入れるのだ。は、必ず。ついにジュダスが来るんかな。お姉さんはどうしてるんですかね。なになになに、ここで四天王みたいに出てくるの。四天王だ、やっぱり。四天王カーラ。ジダ様、これは一体どういうことでしょうか。四天王ゴダ、ジダ様、四天王キュラ。白竜族とはいえ、たかだか戦士が数人。わざわざ親衛隊長自ら出向くほどのこととは思えません。何や、ちっちゃいやつなんだろう。四天王ジグムとジュダスも退けて、その間に手柄を横取りしようという他の将軍たちの陰謀では。へえ、いっぱい将軍いるんだ。あ、そうか、将軍って今まで戦ってきたやつらか。お前たちの気持ちはよく分かっておる。心配するな。なんだ、すごい慕われてるんだな、ジュダス。さあ行け。白竜族の戦士を倒し、女神の鍵を奪い取るのだ。え、ここから四天王が来んだ。結構物語進んだんかなって思ってたけど。はっ。ふふふふふ。竜の血を引く戦士か。せいぜい頑張ってもらわんとな。なんだろうなんだろう。いやー、ごっつい爆発でしたな。マッカのそばで爆発したらえらいところでしたな。ほんまに皆さんのおかげですわ。おおきにおおきに。また寄ってください。お安うしときますよってに。ほな、気をつけて。おいマニーロ、お前どこ行くつもりや。この人らについていくんや。おお、劉藩にはまだごっつい借金が残ってますんやで。そうだった。もう忘れてたよそのこと。それを返してもらうまでは死んでも離れまへん。そんなこと言って本当は俺たちと一緒にいたいんだろ。そんなことあらへん。わいはただ借金を返してほしいだけや。なんだかわいいな、マニーロ。さあ皆は出発や。借金返すために頑張ってや。フフッ、せっ素直じゃないね、悪徳商人は。なんぞ言うたか。気にすんなって。へえ、あれ、なんか忘れとるような気がするな。忘れ物？物なんだ？忘れ物？で、次はどうしたらいいんだろう。忘れ物でなんだ。あ、一安心だね。で、みんなさ、なんか魚にさ、変身するのめちゃくちゃ良かったんだけど。あ、すごいすごい。なになになにこれ、なにこれ。物？テート行きたい。そう、テートに向かってんだ。すまんけど忙しゅうて、それどころやないわ。マニーロに連れて行ってもらえよ。マニーロに？
忙しゅうて夜も寝られへんけど、送迎ができるは嬉しいわ。あ、出ちゃった。話しかけたかったのね。デートにどうやって行くんだろうな。いや、可愛い街だったな、しかし。話せないんだ、ちょっと。魚の姿でも見れるよね。おお、来た来た来た。忙しゅうて。ああやって物運んでるんか。すごーい。入れない。あ、入れる。あ、皆さんよう来てくれました。マニードも頑張っとるか。ん、忘れも、あ、そう、忘れも忘れも。あ、すまん、忘れとった。波紋が解けたから商人玉返したなんとな。商人玉、おう、この中に商人玉が入っとるから持っていけ。商人玉があればワイラ一族は太魚に変身することができますね。太魚になれば海溝を渡ることができます。海溝、じゃあ違うとこ行けるってことか。おお、聖なるスカーフも手に入った。なんだろう、待って、やばい、変身できるとこやばくないか。あれだ、あれだ、その他か。やっとくか、ちょっとよくわかんないけど。商人玉、これ持ってればもうできんの。太魚に変身できます、だって。ありがとうございます。海溝渡れるってちょっとよくわかんないけど、え、じゃあ外出てみようかな。ちょっと待って待って、上話しかけたらさ、魚変身できるらしいよ。マッカが戦に巻き込まれるとはな。みんなでも強かったね、勇敢だったよ、すごい。いいとこだ、ほんとに。よし、じゃあちょっと、どうやってなれるんだろう。もう外出たらなれんのかな。マニーロ戦闘か。マニーロは、商人玉を目の前に掲げ、気合を入れた。すごい。魚になれた。マジで。あ、この可愛い動きが。あ、本当だ、これじゃあどんどんいけるってこと。あ、ここね、ここ渡れるってことか。あ、そういうことね。え、これちなみに敵に合わないんかな、これ。敵に合わなそう。かーい。何このゲーム、すごいな。いやー、そっか、じゃあこれであれだ、今度あっち側に行けるようになるんだ。いやー、すごいこれ。あれだ、小さいさ、やっぱああいうのも全部無視できる、上通れるようになってる。はー、はい、じゃあ今日ここまでにして、次回あそこの海溝渡って新しい場所に行ってみましょう。すごーい。その前にリースの装備とかちょっと整えていこうと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。